こんにちは、レタドールマイピーです。今日からですね、少年野球のいいピッチャーの育て方ということで、新しいシリーズに、入っていきたいと思います。で、まあ、絶対的な、コントロールを身につけるためにっていうことで、まあ、基本的に、まあ、ピッチング練習の一環として、になるのかなとは思うんですけど、まあ、基本的にですね、まあ、僕の考え方なんですけど、まあ少年野球においてなんですけど、まあ、ピッチング練習っていう時間は、取りません。すべて、キャッチボールの中にですね、集約をして、やるようにしてます。で、まあ、元々は実際、ピッチング練習とか、まあ、投げ込みとか、やってましたし、やらせてました。でも実際、まあ、教え子から剥離骨折とか、まあ、出たりすることによって、まあ、しっかりケアをやってたつもりでもやはりそれを上回るような、負荷がしっかりかかってたっていうことになりますので、まあ、実際考えてみてもらったら分かると思うんですけど、まあ、プロでも中4日でピッチングをやってるのに、まあ、少年野球とかですね、まあ、その試合の数とか、すごく多かったりすると思うんですけど、やはりその土日試合があったりするとやはり、1日も空けずにそのまま連投したりとか、まあ、そういった部分がやっぱりあったりすると、思いますので、まあ、そういった部分を、体のことをやはりしっかり考えてですね、怪我をせずにですね、うまくピッチングを続けていく、いいピッチャーになっていくっていうことはやはり大事なことだと、思いますので、まあ、僕自身も、中学2年生の時に、剥離骨折、してますので、やはりその怪我の痛み、投げられない辛さっていうのは十分、分かりますので、まあ、そういったこともしっかり考えてですね、まあやるならやるで、効率的で、まあ負荷があまりかからないような、形でやっていかなければいけないのかなと、僕自身考えてますということで、絶対的なコントロールを身につけるための、まあ、ピッチング練習というかですね、リリースポイントの、まあ、確認をするための練習ということで、捉えていただければなと、思います。そしたらちょっと、ホワイトボードを使って、説明したいと思いますので、一旦画面切ります。